たまにゃますです。ちーちゃんです。たじのしんちゃんです。そういえばさ、はい、最近さ、他メーカーさんもラケット知ってる？もちろん知ってますよ。どういうのがあるか。一応それはね、あの僕この、ね、仕事やらせてもらってるんで、あのいろんなメーカーさんの、ね、ラケットもちろん知ってますよ。ってことは、ユネックスさんのさ、ボルトレイジ知ってる？あ、ボルトレイジ聞いてます。ボルちゃん。ボルトレイジ知ってる。あの音がめっちゃいいやつですよ。はい。今日はなんと、はい、ボルトレイジ持ってきました。おお。お、え、なるほど、ボルテージあると。え、じゃあちょっとボルテージ僕、なんか打った感想聞かせてくださいとか来てたんで、僕今ね、水野さんのね、スカットプロアラ使ってるんですけど、まあ、それと、ヨネックスさんのボルテージ、打感中比較みたいにやってみたいですね。あ、いいかもね、まあ、それじゃあちょっとやっていきましょうか。え、はい、あるんですか今日。じゃあ出しますね。お、お願いします。はい、おー、はい、これが噂の、へー、ボルテージ。え、なんかすごい久しぶりにこの感じは、へー、こんな色なんですね。なんかもうちょっと黄色が多いと思ったら黒主体で、結構漆黒な感じでね。こんな感じなんですね。ボルトレイジ、学生時代以来じゃない。あ、でも最初 YouTube 始めた最初はね、使わせてもらってた、ね、あ、そうかそうか。カンボジアがね、ヨネックスさんのサポートしてもらってるんで、今日は 7V を持ってきました。ボルトレイジの 7V ね、はい、多分ね、YouTube やってる人からしたら今頃扱うんかいみたいになってるけど、ね、確かに今更今更かいってなってるけど、あ、でもね、僕ね、周りにね、持ってる方がいなかったんでね、このタイミングなかったんですけど、ちょっと今日はね、このラケット2つをね、ちょっと打感をレビューしていきたいと思います。じゃあ、まあせっかくね、これどちらもね、まあ、ラケット全員用の ラケットということもあるので、まあ、ボレーとスマッシュをね、それぞれやってみて、こっちの打感はどんな感じなのかとか、まあ、こっちの打感はこんな感じみたいなものを、まあ、僕の感覚でね、ちょっと紹介できたらいいかなと思います。はい。はい、で今回はボルトレイジと、スカッドプロ R のね、レビューやっていきたいと思います。レッツゴー！レッツゴー！まずボルトレイジの 7V やっていきたいと思います。これはね、ストリングが、S ファングの27ポンド V 張りで貼ってあるということなんで、それをね、ちょっと試していきたいと思います。初めて、本当に初めて打つんで、ね、ちょっと楽しみです。やっていきましょう。悔しい。ボルトレイジは何だろうな、なんかガットの硬さの、ね、違いもあると思うんですけど、まず音がいい。なんかもうありきたりなコメントだと思うんですけど、音がいいね、やっぱり。なんかあとはこれちょっと多分感覚的な話になっちゃうんですけど、スイートスポットがめっちゃ広いですね。だから僕結構ね、ボレーはこの根っこに当てる、ま、真ん中よりもちょっと下に当てることを意識してやってるんですけど、ちょっとね、下の範囲も広いような気がしました。だから、なんだろうな、あんまり上級者向けというよりかは、本当に中級者の子でもね、使いこなせるラケットなんじゃないかなと思いました。はい、続いてはいつも通りに僕がね、使ってる、スカットプロ R の、ガットは P125、10ポンドで貼ってます。ちょっとね、こっちの方が柔らかいので、まあ、感覚は違うかなと思うんですけど、まぁ、あ、ちょっといつも通りのやつなんでね、やっていきたいと思います。このプロ R はどうでしたか？これはね、ちょっとまあ僕が使い慣れてるっていうのもあるんですけど、まあ、スイートスポットはあのボルトレイジと比較するとあのそんなに広くない印象はあるんですけど、まあ、とはいえこのボールのコントロールのしやすさというか、こう運べるっていう、なんだろうな、うん、ボルトレイジはパーンと弾くのに対して、こっちはこう乗っけて返せるっていう印象があります、まあ、もちろんね、ガットの違いがこっち柔らかいんで、その乗るのはね、当たり前なんだけど、まあ、でもとはいえこうちゃんとこう正確に運べるっていうところでは、こっちの方が使いやすかったかなと思います。ただやっぱ音で言うとボルトレイジの方が良かったかなと思います。それじゃあスマッシュでやっていきたいと思います。スマッシュはね、本当にそんな大きな差が出ないような気がするんですけど、こっちでやっていければいいかなと思います。
ボルトレイジ、はい、どうでしたか。この振り抜きがすごいしやすかったような今印象があります、まあ、だから多分スマッシュが苦手な子とかでもこうグリップがセミイーサンとかイーサンで逃げない子でも ここの縦のスイングがすごいしやすいラケットなんじゃないかなと思いました。はい、スカットのプロアールはどうでしたか。スカットプロアールは、ね、今までも使ってるんで、まあ、その使いやすさで言うと分かってるんですけど、まあ、なんか振り抜きの良さとか、まあ、スマッシュは正直あんま変わらないかな。ボルトレージもプロアールもあんま変わらないかなっていう印象でした、まあ、ただ、まあ、ガットのせいなのか分かんないけども、ボルトレージの方が球足はなんとなく速かったかなと思います。でも音はこっちの方が良かったかなと思いました。ありがとうございました。いや、なんかやっぱりね、久しぶりにヨネクスさんのラケット使ってみて思ったのは、やっぱ打感は違うね、うん、このボルトレージについては本当に前評判通りというか、聞いたことある通り音がすごく良くて、ボレとかスマッシュの伸びがすごい良かったかなと思います。あ、本当にあれだよね、こう水野のラケットとヨネクスのラケットって全然違うから。確かにね、実際に打ってみて自分の打感が好きな方、自分がボールが入りやすい方を、ね、選べばいいんじゃないかなと思います。でも本当さ、もうラケットの性能すごいね。本当に多分ね、これとこれ比較対象は多分合わないと思うんだけど、うん、確かに、あの対象が違うからね、そんな使う、うん、だからな、これを比較したからこっちとこっちどっちがいいかっていう話じゃなくて、マークも今はこれとこれしかなかったからね、これとこれをやったんですけど、でもね、ぜひね、やっぱいろんなラケットを打ってみるっていうのがね、やっぱ今回の結論なのかなと思いました。この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録、逆ですね、お願いします。はい、お願いします。ちょいツッコミ。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。突っ込めたんや。やっぱあの逆でやっちゃうかんす。そうだよ。でも忘れましたもんね。そうよ。ダメだわ。ダメだわ。好きなやつね。好きなやつや。気持ち？気持ちや。気持ちか。気持ちや。仲がいいっすね。